はい、皆さんこんにちは。アスカ役の原田ひとみです。アスカというキャラクターはですね、もうずいぶん長い間演じさせていただいてきてるんですけれども、まあなんといっても可愛い。もうこれね、私自分でね、アスカ演じておいてなんなんですけれども、アスカの先ほどもちょっとねゲーム内の映像を見させていただいたんですけれども、まあ可愛い、可愛いしか出てこない。そう、可愛いしか勝たんなと、はい、思うぐらい私も本当にアスカを溺愛しておりますので、もう今回も可愛い、今回の動きも可愛いし、もう全てを、はい、皆様に存分にめでていただきたいと思っておりますね。よくね、なんか没個性とか言われがちですけれども、でもそんなことない。アスカは本当に正統派の真ん中にいられるような、はい、キャラクターだと信じて疑わない。はい、でもそういう子なので、はい、あとはですね、やっぱりまっすぐで、はい、なんて言うんですかね、太陽のような、はい、明るい太陽のようなところが私はとってもいい魅力だと思っております。私が今回書いたのはですね、こちら、デデン、ニューでございます。まあこれはカグラシリーズやってくださった方々にとってはもうおなじみではあるんですけれども、今回、はい、この右と左の父の間にこうね、かけるを、はい、ちょっと新しい感じにしてみたんで、これね、バーサスニューということで、はい、ね、ちょっとすごく熱いバトルもありますので、はい、どのようにこう父と父がぶつかり合うか、大丈夫かなこれ、はい、大丈夫なのかな、ちょっとね、規制されたらちょっと全部この辺 P になりますけれども、はい、ぜひ、この、まあ、父と父の、はい、掛け合わせをぜひ楽しんでいただけたらいいなと思っております。どこで使えるか分かりませんが、はい、まあミックとリエさんがどう言ってくださったかっていうのはもう聞いておるのですけれども、私はおっぱいがふわっふわになる、ふわっふわになる効能があると、これは入った方でも、はい、周りにも喜ばれるぞと、はい、これね大事なんですよね。やっぱね、張りのあるね父もまあもちろん素晴らしいんですけれども、こうなんかふわっふわっていうニュアンスですかね、はい、これはすごく大事なので、あ、女としてですよ、もちろん、はい、女としてふわふわにみんながなってくれたらみんな幸せだなって思ってるのでぜひ、こういった効能があると嬉しいです。今回の作品本当に楽しい作品になっておりますし、まあ、ミニゲームもね、はい、面白い、ミニゲームがあるんですけれども、本編がすごく熱いお話になっているなと、はい、収録がとても今回楽しかったので、で、なかなかね、こう他の国の方々とこうなんか掛け合いっていうのがすごく新鮮だったんですけれども、アスカたちが、どんな感じのね絡みをしていって、まあ、どういうお話になっていくのかというところをぜひ注目して、楽しんでいただければと思います。